はい、今日の私のハッピーポイントをお話しいたします。今日朝出勤すると、1年目の先生がですね、3人みんな同じエプロンで出勤していてで、なんか初めて揃ったっていうお話を聞いたんですね。なんかそれを見て、なんかいいなってなんかちょっと思いましたでそして今日年中の菊組さんのお部屋では、実習生の先生が入ってくださって一緒に活動をしていったんですけれども、子どもたちがお部屋に私が行くと、今日新しい先生来てるよとか、可愛い先生来てるのって、なんかすごい嬉しそうな、なんかお話をこうしてくれたんですね。そういう姿を聞いて、なんか子どもたちのワクワクしている姿とか、なんかそういうのが見られて、とても朝から幸せな気持ちになりました。でまた今日は初めて運動会の個人競技の練習の方を行っていきました。で初めてだったので、お並びの仕方であったりとか、なんか競技の内容の確認なんかもしていったんですけれども、子どもたちすごく楽しく取り組んでいて、なんか本番もとても楽しみになりました。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。